昭和40年代、今から50年、60年前の時代。この10年、日本はどんどん新しい時代へと変わってきた。あの頃見てた風景、思い出すと、当時の女性たちはものすごくおしゃれだった気がする。そんな思い出、思い出してみました。エイジンが日本初のミニスカート、エイジンLを発売しました。ちょっと気になったのですが、短いスカートならミニスカートではなくショートスカートですよね。なんで小さいって意味のミニを使ったんでしょうかね。昭和40年、若者の間ではモンキーダンスが流行ってました。びっくりしたなぁ、もうや。困っちゃうな。おそ松くんのキャラ、イヤミのシェーが流行ったこの年。夢の中の人たち、ビートルズが日本に来日しました。日本武道館で行われたビートルズのコンサート。ライブ前の前座は、なんと1時間近くもあり、ビートルズを待ちきれず、大ブーイングが起きたそうです。ドリフが前座で出ていたことも有名ですよね。昭和42年はミニスカの女王ツイギーさんが来日し、若い女性はそのファッションに注目した。そしてこの年、ミニスカートは大ブームとなり、街行く女性の9割はミニスカートを履いていたようです。歴史に残る未解決事件、3億円事件のあったこの年、ファッションではニットやコットン、ニューカジュアルウェアと皆おしゃれを楽しんでましたね。銀座4丁目の街頭で水着ショーが行われ、街行く人々は思わず足を止めました。人類が初めて月へ降り立ったこの年は、なんだかものすごいスピードで時代が進んでいく気がしましたね。当時ものすごく流行ったパンタロン履きました？今見てもすごくかっこいいファッションですよね。大阪万博が開催された昭和45年、未来に向かっていく日本、なんだかとてもワクワクしましたよね。トンボメガネかけました？明らかに変わっていった日本、まさに新時代の幕開けを感じました。日本初のマクドナルド1号店が銀座にオープンしたり、日清食品からカップヌードルが発売され、少しずつ食生活が変わってきたこの年。ファッションではホットパンツが大流行、男性たちの熱い視線を集めました。アンアンやノンノンに影響を受けたアンノン族も流行しましたよね。昭和47年は上野動物園にパンダが来日し、パンダブームが起きましたね。他にも沖
沖縄返還や札幌オリンピック開催と明るいニュースがありました。その一方、浅間山荘事件というショッキングな事件も起き、テレビの生放送で見ましたね。山本リンダさんのどうにも止まらないが発売され、子供たちはよく踊ってませんでしたか？昭和48年で忘れられない出来事といえば、第一次オイルショックによる品不足ですよね。テレビで紙の節約を呼びかけたことで、人々はトイレットペーパーがなくなると勘違いし、みんなスーパーへ殺到し、トイレットペーパーがなくなり、またそのニュースを見て人々がさらにあらゆるものを買いだめ、お店からたくさんの商品が消えました。この年、ロングスカートが復活し、景気が悪くなれば女性のスカートが長くなるとも言われましたね。セブンイレブン、いい気分のセブンイレブンがこの年、東京に1号店をオープンしました。当時の営業時間はセブンイレブンの名前の通り、朝7時から夜の11時まで。それでも当時のスーパーは大体が朝10時から夜7時とかに閉まっていたので、とても便利でしたよね。ちなみにセブンイレブンで初めて売れた商品はサングラスなんですって。モンチッチや超能力、紅茶キノコが流行り、カモメのジョナサンと聞くと、なんだかでも懐かしくなります。昭和40年代、今から半世紀も昔の時代なのに、当時の若者たちがすごく素敵に見えるのはなぜでしょうね。今より不便な時代、今より裕福ではなかったのかもしれませんが、みんなが輝いていました。この10年、日本は成長しました。大阪万博が開催され、日本の暮らしもどんどん変わっていきました。たまにはこうしてノスタルジーな気分を思い出すのもいいものですね。